ご登場。やっちゃいこの活躍、お見逃しなく。すっごく冷たいよ。パンチ、パンチ。ここで終わらせます。ここは片付きましたね。さあ、次に向かいましょう。うわ、ちょっと待って、そんなに慌てなくても。あの、少しだけでいいから休ませてほしいかも。情けないことを言わないでください。まだビープは残っているんですよ。でも、もうほとんどやっつけたじゃん。一つでも残っていたら意味がありません。あなたたちは歌巫女の仕事を何だと。ほらほら、私たち歌巫女なんだし、もうちょっとこう、見てくれる人が喜ぶようにやった方が。余裕がある時ならばそうですが、今は効率的に動く方が優先です。
だからさ、ほとんど消したんだから余裕あるじゃん。放置したままのビープが残っているのに、どこに余裕があるんですか。その喧嘩は良くないって思うんだけど。一緒に行動するようになって逆に仲が悪くなってないか。なんだ。マネージャーの職務を果たすべき時だと思うわ。止めろってことか。この状況で俺がシャシャリ出ても。ファイト。どうなっても知らないからな。なあ、お前ら。君は私の味方だよね。どちらの言い分が理にかなっているか、はっきり言ってあげてください。お、いきなりか。ねえってば。さあ、早く。待て待て、落ち着け。まずはお前から。私が間違っているとでも。そうじゃなくて、ほら、お前この間まで一人で全部片付けようとして空回りしてただろ。空回りなんてしてません。ああ悪い、言い方が悪かった。だからつまりここはみんなで力を合わせてだな。ですから全員で早くビープを片付けようと言ってるんです。ああそうだったな。なんか逆に説得されちゃってるね。もう、君は教官の味方なの？別に味方ってわけじゃ。でもこいつの言ってることも間違ってないし。これ以上は時間の無駄ですね。皆さんにやる気がないのなら私一人でも十分ですから。うん、そんなわがままばっかり言ってコンサートも嫌だって言うし。だ、誰がわがままですか。大体今その話は関係ないでしょう。やっぱり私たちと一緒が嫌なの？せっかくみんなでコンサートなのに。ですから今コンサートの話なんて。あの理由だけでも言ってくれたら二人とも納得するかも。理由？それは人前で披露するようなものは何一つ持ち合わせていませんから。町の人も私にそんなものは期待していないはずです。また断言したな。分かりきったことです。よく分かんないけど、要するに恥ずかしいから嫌ってこと？違います。あ、じゃあ私と一緒だ。ダメだよ、ネネだって我慢して出るんだから。そんなわがまま言ったら。
ですから違います。恥ずかしいからやだなんて、そんな子供みたいなこと私が言うわけが。食べんね、図星だったかしら。もう付き合ってられません。どうぞ好きなだけ無駄話しててください。あ、怒っちゃった。ほんと強化ってすぐ怒るよね。怒らせたのはかなちゃんと乙葉ちゃんじゃ。私は追い打ちをかけただけよ。タクト君。おい、なんでそこで俺を見る。だってタクト君が何もしてくれないから。もうせっかく一緒にお仕事できるようになったのに、これじゃ全然楽しくないよ。